信仰の擁護者は16世紀前半以降多くのイングランド王、後にはイギリス王の正式称号の一部として使われ、また他の国の一部の君主や国家元首が名乗った称号。1951年に発行されたジョージ六世の肖像が刻まれたファージング効果。肖像の周りのジョージブス 6D、グレーン、BR、OMN、レックスフィディレフは、 ラテン語で、ジョージ6世位、神の恩寵ある全ブリタンニアの王にして、信仰の擁護者と刻まれている。ディフェンダー・オブ・ザ・フェイスという表現は、1521年10月11日に、ローマ教皇レオ10世によって、イングランド王ヘンリー・パッセイへ付与されて以来、イングランドと後のイギリスの君主の補助的な称号の一つである。ヘンリー・パッセイの妻のキャサリン・オブ・アラゴンも、 また事故の権利によって信仰の擁護者であった。この称号は婚姻の秘籍性と教皇の優位性を擁護したヘンリーの著作七つの秘籍の擁護の功績を認めて送られた。これはヘンリシアンアファメーションとも呼ばれ宗教改革の初期段階、特にマルティン・ルターの考えに対する重要な反論と見られている。ローマと決別し自身を イングランド国教会の主張とする1530年のヘンリーの決定後、この称号は教皇パウルス賛成によって無効とされ、ヘンリーは破門された。しかし、1544年、イングランド議会はヘンリー・パッセイとその後継者に信仰の擁護者の称号を送り、彼らはイングランド国教会の主張であり続けた。 スコットランド王ジェームズ5世は1537年1月19日に教皇パウルス3世によって信仰の養護者の称号を与えられた。これはスコットランド王が彼の叔父であるヘンリー・パスセイがたどった道を取らないようにとのローマ教皇の願いを象徴していた。ジェームズ5世の父のジェームズ4世は1507年に教皇ユリウス2世によって キリスト教信仰の守護者と擁護者の称号を与えられていた。しかし、どちらの称号も、スコットランドの君主の正式な称号の一部とはならなかった。プロテクトレート期の間、イングランド共和国語国教のオリバー・クロムウェルとリチャード・クロムウェルは、信仰の擁護者の称号を身につけなかった。しかし、王政復古後にこの称号が、再び採用され現在に至っている。 連合王国の女王としての地位において、エリザベス二世は、エリザベス二世、神の恩寵による、グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国、及び他のレルムや、領域の女王、コモンウェルスの長、信仰の擁護者と称されている。信仰の擁護者の称号は、イングランド国教会の主張としての国王の地位を反映している。もとのラテン語の国であるフィディ・ディクンサーは、 イギリスの効果に FD あるいはフィドデフという略称で記されている。これは、ジョージ一世の治世の1714年に初めて刻まれた。1849年に、重心法移行前のイギリスの、いわゆるゴッドレス、フローリンコインからこの成功を省略するという、王立造兵局の決定は、反発を招き、ほどなくして、君主の称号が再び効果に刻まれるようになった。 ほとんどの英連邦王国において最初の神の恩寵によるという語句が維持されているのに対して信仰の擁護者という語句は君主の正式な称号には現れない。例えばオーストラリアにおけるエリザベス女王は現在、神の恩寵によるオーストラリア及び他のレルムや領域の女王、イギリス連邦の元首と称されている。信仰の擁護者と加えて称されているのは カナダとニュージーランド、イギリスにおいてのみである。カナダはこの成功を正式な称号に含めることを選択したが、これは君主が国家宗教の保護者とみなされているのではなく、一般的な信仰の擁護者とみなされているためである。しかし、カナダの効果に使われている称号は、単に DG レジーナである。何度も一部の英連邦の国は、 正式に共和制国家となるまでこの称号を止めていた。その他の国はより早い時期に使用を止めた。例えばパキスタンはまだ英国自治領であった1953年に圧倒的多数のムスリム人口とキリスト教信仰の擁護者としての君主を持つことの間の矛盾を認めてこの称号の使用を止めた。現在の法定推定相続人である ウェールズ公チャールズは自分が王位を継ぐ際にこの称号と精神を変えたいという意向を表明した。1994年にチャールズは私は個人的にはキリスト教信仰の擁護者ではなく信仰の擁護者でありたいと述べた。1811年ハイジオを戦勝したアンリ一世は自身にデファンサー・デラ・フォアの称号を与え自らの正式な称号に含めた。 フランス語の正式称号は、神の恩寵と、ハイチ王国憲法による、トルチュガ、ゴナーブと、他の隣接した諸島の主権者、王政の破壊者、ハイチ国民の再生者かつ後援者、四と政治と戦争機関の創造者、新世界で最初の王政君主、信仰の擁護者、西安理の王と軍の君章の創設者と訳される。今日、この称号のフランス語版はカナダにおける君主の、 正式な称号の一部として使われている。しかし、この称号はフランス語圏における極めて公式な場で、主に使われ、特に、ケベック州の君主制支持地域で使われているわけでは、ない。1684年、ポーランド王ヤン三世ソビエスキは、教皇インドケンテウス11世から、信仰の擁護者の名誉称号を与えられた。ヤン三世は、 前年の1683年の第二次、ウィーン包位で、キリスト教国連合軍を率いて、オスマン帝国によるウィーン征服を阻止し、ヨーロッパ史の一大転換点を隠する功績を挙げていた。エチオピア皇帝、ハイレセラシエ一世は、正式称号の中に、信仰の擁護者を有していた。マラーター王国の創始者シバージーは、ヒンドゥー教信仰の擁護者と呼ばれた。 ありがとうございます。